皆さんこんにちは。あの映像表現士 の神原先生の授業ですが、本日入り口のところにあのこういう紙が置いてあったと思います。であの周りを見渡してください。大学の教員の先生は今日聞きに来られたりとか、大勢の方が来られています。というのもですね、神原先生は今年いっぱいで退官されるということで、この講義が最終講義となります。ということで、今日は神原先生の個人的な研究ですね、ずっとこれまで関わられてきたヒエロニウス・ボスの研究、映像世界という今年は今回はタイトルになっていますが、先生は自動学、イコノロジーというものの見方というか分析の仕方を用いることによって、その絵であったりビジュアルの中から読み解くこと、読み解くことを通じて絵を描く人であったりとか、物を作る人だけじゃなくて、自分見る人も同じ立場に立って物を論じたり考えて同じ立場になっていけるんだというようなことを研究されております。立派な著作がつい先日出版されました。ヒエロニムス・ボス、思想と脅威の図像学、大学の研究生活の中の、まあ、集大成のようなものを出されたばかりです。でその中にちょっと過激な言葉があって、私もドキッとしました。図像学を使うことによって、作家とか作品とかそういうものから引きずり下ろす、見る人間、目を使って、あと知能を使って描かない人間も同列になれる、そういう言葉があって、これまで、美術に奉仕してきた学芸員であるとか美術史だけではないあり方を研究者として持っていけるんだという、ことが今日はちょっとお話が聞けるんではないかと思っております。今日はじゃあ皆さん、しっかりと、聞いて何か心に留めて、ください。じゃあ神原先生よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん拍手。最終講義ということなんで、映像表現士なんです。無理やりにヒエロニムスの映像世界にくっつけてみました。で、まあ、ボスという、まあ、非常に古い500年前の絵描きさんのことなので、映像という20世紀のものとはおよそかけ離れているものではあります。でところがこのボスの発見、再発見でいいんだろうかな、が、まあ、20世紀になってからの話で、それは主にやはり映像メディアを通して見つけ出されていったものですね。で祭壇画っていう、まあ、古い教会での、 置かれているような世界ですから、そんなに人の目に触れるものではない。でそれがこの20世紀になって発見されてから、まあ、発見者はシューレアリストなんですけど、シューレアリズムの目で新たに読み直されていくという、だから20世紀の新しい、まあ、運動としてシューレアリズムがあったからこそ、まあ、ボスが再発見されたというふうな経緯です。ですから15世紀に沖縄をして読み解いていくと、また違うね、解釈の仕方になってくるだろうと。でただシューレアリズム の人たちっていうのは結局は、まあ、人間の、深層心理というか、心の奥に眠っているものを見つけ出していくという、でそういう目で、まあ、最初ヒエロニムス・ボスを、まあ、見始めていたんですね。そうすると、まあ、イメージの世界というかどんどん膨らんでいって、そこから、まあ、見えない世界を描き出していくという、まあ、シューレアリズムのモットーですね。ダリの絵にしてもエルンストの絵にしてもですね。でそういう人間の心理とかあるいは精神分析とかいうふうなところでやっと、まあ、見つけ出されていった。
そして、カメラを通して、ディテールを見ていくと非常に今まで見つからないようなものが見つかっていくということですね。で、おそらくその見つけ出したものの中にはボスが思ってもいないようなものまで含まれていただろうと思います。だからそれはカメラの目を通してしか見えてこないものがあるんだと思うんですね。で、今だったらもちろん私は、卒業論文ですね、卒業論文から、ボスに関わったんですけども、最初のボスのオリジナルを見るのはもっと後ですよね。だから画集からまずはスタートして、しかも画集に映し出されている世界というのは、ボスの細密画の部分の後なんですね。で、そうするとまあ普通だったらなかなか教会の薄暗い中で目を凝らして見ようと思っても見えないところまで、映し出してくれる。そこで今までなかったものが見えてくる、発見されている。それは非常に面白いですね。で、まあやり始めて、卒業論文ですから23年と書いてますけどね、今はまあ67歳ですからね、もう半世紀近く関わり続けてきたということですね。で、まあ、ボスの作品っていうのは、15世紀の末まで、だから1500年を挟んで前後ぐらいに書かれたんです。ですからまともにこう研究していけば、その当時のいろんな宗教的なテーマであったりね、あるいは言語学ですね、占星術、錬金術、あるいは言葉のラブイメージというのも、言葉遊びが随所にあるんですね。で、それはオランダ語の言葉遊びだから、そんなもの日本人とあまり関係ないということなので、そうすると、まあ、そういう研究方法っていうのは、まあ、現地の人たちが全部やってるんですね。なんかそれ以外にこうできないというので、まあいろいろ研究を、まあ、図像学っていう学問はもちろんあるんですけども、ね、絵を見て、まあ、時を起こしていくというか、あるいは発見していく、その面白さというですね。で、今日はまあそのボスの視線の遊戯っていうことで、ちょっとまあ図を1枚つけてます。で、やたら線引っ張っておくんですけど、で、これはまあ私が発見したというか、絵を見ている中で、あれと思って探し出してここに至ったんですけどね。で、それはやはり、まあ、ボスが本当にそこまで考えていたかどうかっていう問題ももちろんあるんですが、それは美術史ですから、それを業界に起こといたんですけど、でそれ以上に何か新発見、ボスが思ってもいないようなことまで見つけてしまったという、そういう面白さも含まれていて、これはもうやはり作品が 現代に来てるっていう感じがするんですね。で、最初の発見っていうのは、この快楽の園っていう作品は、大体600人近く人物がいるんですけど、その人物がもうバラバラに置かれているんですけど、ある法則性があるのかなと思って見始めたのが、その中央部分に池があって、そこに女性が立てたり使ってたりするんですね。で、その人数を数え始めてたところからスタートしてますね。で、そうするとその人数が、一番多いところが12人いて、その次のグループが7人いて、そして4人いて2人いてという。で、それってまあ7であったり12であったりという、まあ当時の占星術というか、時に関連した時間に関連した数字になるということですね。で、これもまあよく数えてみないと、頭の数だけ数えると、足らないという。で、よく見ると頭が見えなくて落ちるだけ。それを入れて、まあ、12になったり7になったりした、
で、そういう、まあ、一つの法則性というかが見つかって、それはどうも数字に対する興味ですよね。でこれは、まあ、おそらくキリスト教の中世の時代からずっと引き継がれているものだろうと思うし、先生術というふうな、ものを持ってきてもそうだろう。で、まあ、いろいろ研究者が研究していることも踏まえながら見ていくと、どうもベースには古代の、ピタゴラスが出てくるんですね。ピタゴラスの数字の理論であったり、まあ、世界は数字でできて出来上がっている。でそれは同時にハーモニーとか音楽 の, オクターブであったりね、そういうゲームでもあるんですね。だからそれをベースにして、まあ、絵が、描かれているのではないか。そういうものがまず ありました。でそこから、まあ、これを深入りしていくととんでもなく日本人にとってはもう分かりにくいので、ね、そういうものが一方にあって、そして、まあ、絵を一つずつ丹念に見ていくというです、ね、そういう中で、まあ、いくらか見つかってきたことがあって、これは、まあ、まだ誰も言ってないなというふうなことで今までいくつか、出版物に今書いてきたことです。でこれはまた後でスライドを通じて見ていただきたいと思っておりますけども、で今日はまあ最初まあ、最後 の, 授業でもあるし、おそらくまあ、ボスの、研究っていうのも今後、まあ、このボスとは続けていくでしょうけども、まあ、何らか の形でここまで、まあ、半世紀近くね、どんな形でやってきたかということをちょっとざっとお話ししてみたいなと思っています。で左の方に略歴を、ホームページ、大学のホームページにも上げてもらっていますので、これに、まあ、従って、最初は卒業論文で、まあ、日本とほとんど関係もないような、学科がどうして目に留まったかということですけど、まだその頃は今でこそ割合イメージとして定着してきていたと思いますけれども、まだ研究も日本語で書かれたものもほとんどないような状態でした。でただ奇妙な学科だというので、シュレアリズム の紹介を通じて、その当時の雑誌で言えば水絵であったりね、ミスペーションであったり、ね、少しずつ、まあ、紹介はされて、でカラーズ班なんかも、まあ、いくらか出てきていた。で大学の授業では多分美術史の授業じゃなかったんですね。美学の授業で、まあ、美学と狂気の問題かな、狂気の問題で芸術と狂気というふうな、テーマで、講義があった中で、ボスが紹介されたんですね。ボスの愚者の船というルーブル美術館にあるんです。でこれは、まあ、あとは、まあ、愚かさっていうのは病気だ。でその愚かさイコール狂気という、ちょっと頭が狂うんですね。で狂気の歴史っていうのを書いた、まあ、ミシェル・フーコーというまあ、フランス の, 学者の紹介であると同時に、ボスの絵が挿絵として、まあ、出てきたわけです。で、まあ、どちらかというと、そちらの方に惹かれたんですね。で、船の中に大勢、集まって、まあ、わけのわからないドンチャルサービスをしている。どう見ても、賢明な人間とは思えない。だからそういう世界観という何か非常に音楽が聞こえそうな感じですね、ものでした。非常に世俗的なものですね。で それがまず最初の出会いです。でそして、まあ、ボスって一体何者だろうと思って調べると、まあ、代表作っていうのが快楽の園というこの、まあですね、になって、かなり大きかったということが、まあ、分かって、でまあ、卒業論文では、まあ、シュレアリズムに興味があったので、ね、ダリあたりを
みんな研究しようかなって最初思ってたんですけども、どうもダリーなんか、まあ、何ヶ月かすれば飽きてくると、まあ、人間の一人の個人の真相の問題だけではなくてね、もっと古い500年前のなんか民衆の心理とかね、あるいは社会の構造とかね、あるいは宗教の、まあその当時ボスっていうのは異端の画家だとされてたんでね、キリスト教異端の造形って、どんなもんだろうかとかね、そっちの方にまあまずは興味があって、これは一年やそこらではすまんなというふうなことでまあやり始めたんですね。まあ卒業論文で終わらせておけばそれでまあよかったんですけども、まあ幸い就職もなく何を勉強するかということになって、で当時はまあ美術館のブームでどんどんあちこち地方の美術館ができてきたんで、ね、でまあ大学院に行けば学芸員にはどこかに潜り込めるかなというふうになって、でまあボスをそのまま続けて修士論文でもまあボスを、書きました。で結構その時は原稿用紙で600枚ぐらいだったんですね。だから修士論文なんですけど、ドクター論文ぐらいのボリュームあるかなと思って、でその時に結局ボスの作品4点だけなんですけどね、取り上げて書き始めて、でまあ今から考えてみると、その後ボスの研究で少しずつ本出したり論文出したりしてるんですけど、まあベースになるのはその修士論文だっただろうと思うんですね。それの焼き直しみたいな格好でまあ30年ぐらいかかったっていうか、だから非常に狭いところをこう何度も咀嚼しながら突っ込んでいったような、そんな感じです。でまあ、そこまでこう入り込めたっていうのは、やはりボスのおかげなんだろうとは思います。で、イメージでわからないから面白いですね。で、一点すぐに分かってしまえば、まあそこで終わるんでしょうけども、まあ考え方に、まあいろんな考え方を導入すると、違って見えてくるっていう。だから、ボスの解釈っていろいろあるんです。でそれはおそらくボスが思いもつかなかったような解釈も出てきて、ね、それはかなりまともな研究者なんだけれども、思わず胸が滑ったのか書いてるんですね。だからそんなこと言えるんだったら私も言っていいだろうというので、結構絵と思うようなこともありと、だから解釈の自由というか表現の自由じゃないけれども、そういう中で、まあ、一種の創作活動に似たような、ね、ものとして、まあ、ここに至ったという感じがします。で、まあ、いろんなことを書くんですけれども、まあ、あまり後付けができないのでね、ボスはほとんど言葉も残してないしね、絵がそこにあるだけっていうことです。だから解釈する側の勝手の世界でもある。だからいかに、まあ、説得力があることが言えるかという話なんですけども、でもまあそれ以上に、まあ、歴史家ですから、まあ、一応500年前に遡って解釈していかんといかんんですけど、ついつい現代風の解釈という、まあ、シューレアリズムがよく発見してくれたな、まあ、アンドレ・ブルトンですけども発見してくれたなという、そういう感じがします。まあ、こんなすごい絵なのになぜそれまで知られない、まあ、知られてたは知られてたんですけど、非常に狭い世界の中でも、まあ、知られてた、それがシュレアリズムのおかげでよく再評価されて、今だったらボスのファイアブのソロのディテールっていうのはあちこちの本の表紙になったりしてます。だからまさに、まあ、映像の勝利というかね、そういうものなんだろうと思います。で、まあまあ、映像表現史と引っ掛けて話をするとすれば、
非常にこう映像向きというか、画面にいろんな人物がいますけど、それぞれ動いているあるいは動きつつあるというふうなものなんですね。でこれを使って、まあ、映像作品を作るとか、あるいは、まあ、ボスの、まあ、映像作品、最近いくらかできて、まあ、ドキュメンタリーですけどね。だから、これ動かしてみたら面白いのかな、というので、今日は朝方、中川先生がアニメの、アニメーションでボスを少し動かして、動画を作ってくれたので、これ、もっともっと拡大できるなっていう。で、まあ、ボスの研究もそうなんですけど、なんかこれを映像に作りたいなと。僕は自分ではできないですから、なんか映像の先生方と組んでね、動かしてみせる。だから、ボスの快楽の園の中心は池があって、その周りに男たちがぐるぐる回ってるんですけど、まあ、それは動かせば動きますからね。だからこの600人が一人ずつ全部動かしてみせる、見れるといい、すごい世界だな。だからまあ、まさにアニメーションの醍醐味みたいなことを考えたりしてます。でそんなのがまあ、できれば、おそらくそれで、ラッピーが取れるんじゃないかな、まあ、私はもう文学博士はもうあまり目指してないんですけど、芸術学博士を取るには、まあ、私はできないから、プロジェクトでみんなでラッピー取りましょうという、ことにもならないかなと思っていますね。ちょっともうそれをするには少しの時間が経ちすぎましたけども、まあ、そういう、まあ、映像的な面白さというのがあるというはまあ事実です。であとこれそれぞれの線を引っ張ってますけれども、線の説明とかも、しつつお話を続けていきたいというふうに思います。そうしましたらちょっと用意いたします。快楽の園というこの作品の分析というかを今日はご紹介していきますけれども、まあボスの輪郭としてはオランダ人ですね。でその当時はまだオランダは独立しておりませんので、今のオランダの南部のスヘルトネンボスという、デンボス、オランダではデンボスと言いますけど、そこの生まれです。で、まあ、彼自身、ボスっていうのはあだ名でして、その土地にまつわるあだ名です。で、本名は、ヒエロニムス・ファン・アーヘン。アーヘンっていうのは、ドイツの土地の名前です。で、何代か前に、画家の家系で、オランダに引っ越してきて、おそらく、まあ、オランダがどんどんと大きくなっていく中で、まあ、その、ヘルトヘンボスというところに、まあ、住み着いた画家の一族という、その3代目ぐらいになるんですね。だからもともとはドイツ系の
気を引く人だっただろうと思いますけれども、そして、画家として、父親から手ほどきを受けて一人前になっていくでしょう。地方のローカルな絵描きさんで、ほとんど、家計としては終わってるんですけど、一風変わった、モンスターですねが登場してきたんで、これに興味を持った当時の一族、王一族ねが結構地方都市の地方ローカルな画家なんですけど、注文を、出してくるという。だからその当時の神聖ローマ皇帝なんかも、ボスに依頼を出している。で、生涯その町に留まっただろうと。イタリアに行って勉強したっていうふうな説もあるんですけれども、多分どっぷりと、オランダの地方都市に、使って、中世の古い、しきたりとか印象とかね、そういう世界に、使っていたというふうな感じですね。時代的にはレオナルド・ダ・ヴィンチとぴったりとこう重なるような、世代ですけどね、まだまだ北方にまではイタリアルネッサンスは入り込んでいなかっただろうというのが今までの定説なんですね。でところがボスのこの快楽の園を見ていても、かなりイタリア的要素っていうのは あるだろうというのが私の、見方、新しい見方としてはあります。で、まずは、今日の話のメインテーマがこれです。祭壇画の形をしてますのでね、だから、普通は教会に置くものです。観音開きになってますから、これで横画と見て、閉じると、天地創造の四日目というのが出てくるんですけど、とにかく開いた画面が、ちょっとキリスト教のまともな教会に置くようなものではないと。というようなところから、当初は、ボスの異端説というね、裸体がやたら氾濫してますので、ヌーディストクラブをモットーとした、アダム派っていうキリスト教異端の組織があって、そこにボスは、属していたと。でもそれは異端だから秘密結社で地下活動してますので、表には出ないで、日頃はまともなキリスト教徒としての顔を持っていたと。裏側ではそういうふうな異端活動に、入って、性的乱交というね、まともない信条を持ったグループだったという解釈が出てきたんですね。これ、まともな割と美術史家から出てきたもんで、1950年代ですけどね、みんなあって言って、みんな他に解釈のしようがなかったので、ね、こんな裸体の判断するものが宗教的レベルでは考えられないというようなことで、最大の形式を持ってますのでね、そんなふうに形容して、日本でももっぱらボスが、紹介された時にはボス異端説という、もので、紹介されていた。ところがいくら探しても異端の影も形も出てこないですね。だからその最初に言った研究者は、だからこそ地下活動で誰にも気づかれないようにいたんだという、そんなことまで言ったんですけど、でもほとんど出てこない。非常に敬虔な、カトリック信者としていたんだということは記憶の上でも出てくる。で、死んだ後にはそのカトリックの教会で大きなお葬式も営まれるというようなことで、でこの作品の洗い直し、今はプラド美術館になるんですね、スペインです。でボスはオランダですから、なぜこれがプラドに行ったかっていうと、これはフェリペ2世というボス好きって言ったらいいかな、
ボスが死んでからも50年も経ってからの話ですけどね、とにかくちょっと変わったものを集めたがる、王一族ね、スペイン王家もそうですし、ハプスブルク家全般もそうですね。だからまあアルジンボルトなんかも含めて、一種の文学家マンっていうね、やつですね。だから美術館、博物館の配信にもなるんでしょうけど、自分たちのためのコレクションを、お客さんが来ればこんなのだって見せるという。でその時には、まあ、美しさとかねいう価値よりもあっと驚くようなものがまずは好まれるわけですね。だからちょうどまあ、アメリカ大陸が発見されたので、そこから持ってきたような、まあ、いろんなサボテンであったりね、パイナップルであったりね、そんなものも含めて、ね、今まで見たようなことに見たことがないようなもので、そんなものを見せて楽しんでいたという、だからその流れにもあったのではなかろうかという話ですね。で、まあ、スペイン、デリテ2世に入るまでには、しばらく時間がある。その間実はオランダではいわゆるプロテスタントがどんどんと増えてきて、このプラスムという偶像破壊運動が起こっているんですね。だから教会にあった祭壇があるっていうのはことごとく潰しにかかられると。だからボスのまともな祭壇画っていうのは今オランダ国内にはこのベルギーも含めてね、まあほとんどない状態です。断片的にしか残っています。それに対してスペインには、このプラスムが起こる前にスペインにこれたどり着いてたのですから、こういう三国トリプティークの形で祭壇画の形で、まあ、残っている。だからまあ不幸中の幸いという感じもします。だからこれプラスの絵が多分まあボスはもうもっとあったに違いないけれども、そういう宗教戦争のまあ煽りを振って、まあ今、オランダの状況があるというふうなことですね。だからまあボスを見るためには今はもうスペイン、マドリードのプラド美術館に行かないとどうしようもない、そういう状態があるんですね。でその中でもことにこの快楽の園というこの作品もやはりこれ1点だけでもほぼボスの、1割方は語れるような気がします。で、まあ、そういうふうなものですね。で、まあ、これが人数を数え始めたんですけど、500人ぐらい以上でいるなというのを選んでしまいましたけど、この前、これで、ね、卒論を書いた学生がいて、まあ、滋賀県の大学の、でこれ数えたらしく6本なんです。でそういうのはまあものです。まあ向こうの方には1人ずつ数えられないぐらいの状態なんですよね。だからそういうまあほとんど破壊化が大変です。まあ服を売っているのが2人いて、1人はこの左の地形なのかな。もう1人実はこの穴の中に入っている黒い、これ、毛衣っていうね、毛が生えてるようにも見える、スリッとしてるようにも見えるんですけど、まあ、その2人だったですね。で、まあ、見てると、まあ、いろんなことが見つかっていくというまあ話を、今からしています。そして、これは先ほどの中心部分の、池の中ですね。女性がいて、周りは男どもがぐるぐる回っているという。だから、テーマとしては、おそらく女性の美しさに興奮して、男たちが練り回っているという。動物の背中に乗りながら、こう、かなりアクロバティックな動きしてるんですね。でこれも、まあ、モリスダンスっていうダンスの名前が出てきて、でまあ、イギリスでもモリスダンスって今のありますけれども、まあ、スペイン経由でどうもオランダからには入ってきたような、そういう、まあ、ムーア人の踊りですね。
それ今黒人が踊ってた非常に激しい踊りです。そういうものがあの、まあ、見出してるんですけどね。だから、まあ、性的に興奮したあの男性が、女性の周りを回っている。だから中心的なテーマっていうのはやはり女性の美しさみたいなだろうと思います。で、まあ、人数についてはあのここに10人いるんですけど、頭の数数えると11で、このお尻だけ出てて頭が見えないので入れて12人ですね。こっちはあの7人います。だからあと2人ずつのペアが3つだったりして、全部でここには33人の女性がいる。この33という数字もあのこれも、まあ、誰も言ってなかったんですけど、その後33ってやっぱり意味あるんだろうなと思って調べると、やっぱりあのいろいろ意味がありました。まあ、キリストが死ぬ年でもあるんですけど、ね、33歳で死ぬということでもあるんですけどね。で、まあそういうふうな、それから黒人がいくらかあります。で、まあこれも最近ちょっとあの引っ掛けて研究していて、これとあの芝の像との関係をちょっと調べていたりするんですけど、あの、まあ、芝の像伝説というものも、入り込んでるんではなかろうかというふうに思いますね。それから、まあ、リンゴがやはりあのそういうものを感じていますよね。で、この場面全体であの果物はいくらか出てきます。でリンゴはそんなに大きく目立たないですけど、サクランボであったり、グレープであったり、あるいはイチゴもあちこちあって、この作品は最初はあの今は快楽の園で定着してますけど、あの名前付けようがないんでね、あの快楽の園っていうのは16世紀、半ばぐらいかなに出てきたタイトルなんですね。それでもまあイチゴが目についたんでしょうね。イチゴ絵っていうようなタイトルで呼ばれたりもしてたんですね。だからそれがあるもんだから、タイトルがわからないもんだから、あの文献的にあの出てきてもこれのことを言ってるのかどうかわからないということもあって、まあ研究のやはり、まあ、足かせにもなってきたんですね。で、まあそういう一つの数字のシンボリズムがあります。そしてもう一つのシンボリズムとして、文字のシンボリズムという、これはあの頭から池に突っ込んでるあの人間なんですけど、まあ男ですよね。しっかりと一物が見えますので男なんですけど、あのどう見てもこれ足の形からすると Y っていう字なんですね。で Y 字のシンボリズムっていうので、まあ論文を書いたことがあるんですけど、あの Y っていう字もあの実はピタゴラスのやはり Y っていうピタゴリアンあの、シンボリズムということで重要視するんですね。であの Y っていうのは実は、1つから2つに分かれるっていう意味ですね。そこからあの自由意志というものでね、あの人間は右に行くも左に行くも自由に決めれるかどうかっていう論争があるんですね。これはあのルターとエラスムスとの間に出てくる自由意志論争というのがあって、あのエラスムスはあの人間の意志っていうのは自由だっていうんですけど、あのルターはそうじゃなくて人間の意志っていうのは奴隷意志だって言って、あの、あらかじめ右に行くか左に行くか決められてるんだって言うんですね。だから全く、ま、どちらに行ってもいいっていう自由っていうのはないんだ。それはまあ、ある意味ね、あの、人間はまあ、いろんなあの育ち方しますね。頭の中にこう、植え付けられているいろんな考え方っていうのは。だから、右にしか生きようがないように育てようと思えば育つっていうね。だから、そんなもんなんだって思うんです。それともやっぱり最後は自由意志だっていう、それは分からんですね。それは昔、古代からずっと引き継がれているあの議論でもあると。で、それをこの Y っていう字でに置き換えて、あの自由意志のシンボルとして置き換えると。だから、まあ、確かにあの自殺する人があの崖っぷちに立って飛び込むか飛び込まないかっていう判断っていうのは、
あの2つに1つなんで、どちらでも取れるはずなんですけど、でもそれはやっぱり、舞台に言わせればあらかじめ決まってるっていう、そう言わなればそうなんですけどね。でもまあ、その辺のことをベースにしながら、これは確かに Y に違いないと思ったんですね。それともう一つ、あの面白いなと思ったのは、これネズミがいて、あのまあ、ガラスっていう塔で倒れして、これまあネズミやはりシンボリズムだろうと思っています。なんかよくわからないですね。日本で言えば、あの、ネウシトラだから江戸の始まりだという話ですけど、ここに江戸の始まりを見るのはちょっとあのおかしいです、ね。これもね、あの、エラスムスの象徴だという人もいて、エラスムスっていうのは、ボスと同時代で、ちょうどあのボスのいたスヘルトレンボス の, あの、まあ、カトリック学校とか塾舎みたいなのがあってね、そこにしばらくいたんですから、そういう、まあ、人文主義の大天才がボスとあの同時代を、まあ、ちょっとは年下ですけどね、ボスのことを知ってたって。で、ボスも知ってて、これ、エラスムスっていうのは、言葉遊びでエランスムース。飛び跳ねるネズミっていう意味らしくてね、これエラスムスだって、それと対峙してる、これボスだって言うんですけど、まあ、あのイタリアな解釈だと思います。で、実はここに、これをあの逆さにしてみると、あの今まで見えなかったものが出てきます。あのこうしてみるとあの、これ水に沈んでるんですけど、ここまでずっとつながって、肩になって、これ顔になって、ネズミがちょうど帽子のような格好で頭に乗っかってるっていう、そんな風に見えますね。だから、これもまあ、あの発見したので、おそらくボスは何も考えてなかっただろうと思うんですけど、なんか水に沈んでいる、人間にね、あの、アリストテレス的には人間っていうのは、あの、逆さになった植物という。まあ確かにあの養分、あの地面から取って、この頭から力出すのが植物ですから、人間の場合は逆で、口からあの養分を取って下に出しますのでね、それをひっくり返して土に入ると植物になるという。だから毎週で植物人間というような、意味も登場します。ここでもなんとなく Y の二股のね、エラが出てきています。そしてこの Y の、 あの字がもう一つあの奥の方に出てくるんですね。この Y、 これもやはり同じようにアクロバットしてますけど Y 字になっていまして、でこれを実はあの結びつけました。でここの Y の、 あの、まあ、いわゆる、要の部分、局所、局所から、この、こちらの Y の局所を、結んで、まっすぐ伸ばしましたら、これがあのナイフの、ちょうどあの内部に文字が書かれているんですけどね、その文字のところに当たるという、ぶち当たるということが分かりました。それと同時に、あの卵とあのこの Y と、それからこちらの大きな小さい Y を結びつけると、まあ、二等辺三角形ができて、それと同じ対立するところが、これ実はこれ、あの、赤いテントになってるんですけども、見るとまあ、形としては A なんですね。A っていうのはつまりあるなんですけども、ギリシャ文字で、こっちはイプシロンなんですけど、アルファ、アルファっていうのは始まりで、始まりなんですね。で、これ卵も実は、あの、すべての始まりです。だから始まりの、卵と A とがこうあって、そこから2つ分かれて Y というあの自由意志選択になって、それをまっすぐ伸ばすと、ここ の, あの、文字に当たる。で、この文字がこんな風になっててね。で、この文字、どない読むかっていう文字ですね。だから普通に今ではだいたい B って読んでたんですね。B って読むんだけど、あのこれをあの私は実はこれアルファとオメガに読めないかなと思って、ね、あのオメガですね。オメガこうなってこうってこうなるとこれオメガ、ね、オメガってあのスイスの時計メーカーのオメガってなります。
それも大文字と小文字をこう抱き合わせるとこんなあの文字になるで。でこの、あのメガのこの文字が実はこれが A ですね。A、この要のここの部分ですね。でまあこの中にあの足が2、4、5本あるからこれ3人入っているという3人の話をまたちょっと後にします。それからこちらの完璧な玉子なんですけど、でこれもあのこんなディテールで今までは出なかったんですね。ところがアップで最近はあの、このインターネットであのとんでもない高画質で、ね、あの誰でも見れるんです。でそれで確認するとどうもこれ今まではあのこの男の頭にあの玉が乗ってた、乗っかってたっていうふうに解釈されてたんですけど、よく見るとこの卵の下にこの黒い影があるんですね。だからこれ実は頭の上に乗ってるんじゃなくて地面にこう置かれている卵だという。だから卵今までは非常に不安定なあの今にも落ちてあの壊れそうな卵だというふうに解釈されてたんですけど、どうも地面の上にしっかり置かれた卵ではなかったという、そういうまあ、あの新たな発見というかがありました。そして、今度はあの、まあ、ここに映るですね。それがこのマークです。実はこのマーク、同じマークがこちらにもあります。ナイフにね。でこのナイフのマークっていうのは、あの何か意味があるのかなと思って、他の絵を見ても同じマークがあのいくつかほとんど出てくるんですね。だから、あの当時あのレッドエンボスっていうのは、あのナイフ製造の、まあ、いわば、拠点みたいなところなんですね。そういう、まあ、地場産業ですかね、その関係でこれ実は、まあ、オメガなんですけど商標かな、まあ、ちょうど時計のオメガみたいな感じの、まあ、マークかなというふうにも解釈されるんですけど、それはまだあの分かりません。で実はこれあの卵実はあちこちあるんですけど、あのバッグの方にもあって割れた卵なんですね。で割れた卵にあの人間が入り込んでいて、かなり大きなものです。でこの卵を実は、結びました。でそうするとこの、卵、完璧な卵と A と結んでまっすぐ伸ばすと、この卵のちょうど割れ目のここにあのたどり着くということが見つかって、でちょうどこ の, あの池の中心部分をこう釣ってるような形でここに至るんですね。で、そしてこれを、先ほどの布を、抱き合わせると、なんかちょっとこう幾何学的にあの置かれているなということが、まあ、見えてきます。そして次に今度はこのマークですね。このマークを2つ結びました。そうすると、この、こいつ男って言われているんですけど、ボスの自画像という解釈もあります。で、この男の左目をこう突っ切っているな、ということが、あの、出てきて。で、まあ、目を、で、ちょっと、あの、そういう、まあ、関係になるというですね。そして、今度はこの男の、あの、両目ね、左目から右目を突っ切って、まっすぐ伸ばすと、あのこの、エレンのその中心部分、袋がいるんですけど、その袋の目に向かってまっすぐ伸ばすと、これもあのちょうど池の中心部分を、突っ切るような形で、ここにたどり着く。そして、中間部分を見ると、ちょうどこの部分なんですけどね、あのこのポーズ、実は後ろ姿であの手をこう広げてるんですけど、これ実はこのポーズっていうのはあのキリストが十字架に貼り付けになるというポーズなんですね。だからその人間を突っ切って、そしてこの白鳥を経由して白鳥の胴体を突っ切って、この、あの、
目に至ると、プロの目に至るということになります。そして、これが、そして次に今度は、アダムが目を、視線を、辿っていこうと思って、アダムが、これ、イブとの関係で言うと、アダムがまず、土こねてアダムしてるんですね。そして次、アダム一人で寂しいからって言って、イブを作って、アダムの前に持ってくると。で、アダムはびっくりして、なんと美しいんだって言って、目を見張るんですね。で、その驚きの、アダムの表情なんですけど、それの、その目を、イブの目を突っ切る形でまっすぐ伸ばしていくと、ちょうど、先ほどの、卵とこの A の交差点、交差するところを、突っ切って、火男のここの部分に、当たります。で、実はここに、実は人物が一人いて、丸顔をした、男がちょっと赤ら顔をして、外見ているという。で、このポーズなんですね。まあ、メランコリックという、頬杖を打つポーズなんですけど、これ実は、まあ、ルネッサンスの好みのポーズですね。で、まあ、ミケランジェロも使いますし、デューラーなんかも盛んに描くポーズです。で、これ実はメランコリーっていうのは気質4つ気質があってメランコリアっていうのは異物質ですけど、まあ昔からあまり気質とはされてなかった、ちょっと精神的に分裂気味だというところが、このルネッサンスからこのメランコリーっていうのは芸術家のモチーフっていうね、芸術家であったり学者さんであったりというのがメランコリーという気質にいわゆる支配されているという、で、そのメランコリーというものを思うポーズとして、このデューラーなんかは盛んにこのポーズを作るポーズを描いてきます。だからこういう芸術家アーティストの象徴として登場するんです。で、あんまり目立たないんですね。ところがこのポーズを作るポーズに目をつけたんでしょうね。このボスの研究で、かなり重要な研究者の一人、チャールズ・トルナイと言われて、そのジョン・トルナイが、この人物が、ボスの自画像だって言ったりしてるんですね。だからまあ、それ以外にはあまりほとんど目も持たない人物なんですけど、どうもこれが、その今のタロットが先に当たるというか、ちょっとこう気になってるんですね。そしてこの頬杖のポーズっていうのが、実はボスのこの絵の中であちこちに出てきます。ポーズでついてるポーズね。で、これ15世紀、16世紀にあるレッサンスの一つの現れなんだろうと思います。で、この頬杖なんかも、まあ、確かにポーズなんですね。ただ、まあ、こんな風なとか、ここでも。だから一見すると怠惰なんですね。怠惰の象徴でも、もともとあるんですね。で、7つの滞在のうちの怠惰の象徴としてのポーズだったのが、ルネッサンスに入って芸術家のイメージの宝庫みたいなものに評価されて、これまた17世紀になると、オランダのレブラントの時代になると、これは敗退のポーズになってるんですね。歯が痛いときにやはりこういうポーズが出てきますよね。だからまあ同じポーズなんですけど、意味が時代によって3つ。変遷していくという感じですね。で、こんな、これ遠くにいる小さな人物ですけど、やっぱり頬杖としてそこに行っています。まあ、先ほどの、これ、十字架にかかるキリストの前に、やはり頬杖です。で、まあ、先ほどの池の周りにも一人いました。こういう地獄の場面にもいます。というふうな、まあ、ことで、まあ、あちこちそういう、ルネッサンスのポーズが、見られるということですね。そして、今度はまたさらにエスカレートしていきまして、
何らかの関連性を見つけるので、まっすぐに卵を突っ切る垂直線をまっすぐに引きました。でそうするとちょうど、真下のところに、ちょうどね逆とんぼりをして、やっぱりこれ男の一木が見せびらかせられる、見せびらかしているので、その一物をまず点を取りまして、卵を取りまして、まあ、どちらもまあ生殖をします。そしてこのグループね、このグループとこちらのグループね、これ実は共に重要なグループだと思うんですけど、それがやはり、男の方の、これ見えないですけどね、でこちらの方も、まあ、女性の方の部分を取って、これがちょっと左右対称になってて、ちょうどこれがダイヤ柄の形をなぞっていくということが分かります。でそしてこれは何でしょうか。次に今度は神が、神の子の視線をたどったんですね。そうすると神が、の右目から、イブの右目を突っ切ってまっすぐ行くと、魚に収わる、手の指先に当たる、ぶつかるという。で魚っていうのは実はこれはキリストのシンボルなんですね。キリストは初期のキリスト教の絵の中でキリストは登場しないので、キリストその人の代わりに魚が魚に出てきます。でこれはまあ語呂合わせみたいな調子で魚がキリストのシンボルになっていくんですけど、まあ、その名残りと、そしてまあ魚にキリストの手を差し伸べる、そういう手にまあ見えてきたりするんですが、それともう一つはこの、エデンの風呂に向かって手を差し伸べる人物がいますけど、この手のひらの方向とこう平行線にまして、この線の方向に、まあ、神へ向かうね向けられた意味というかね、それも、まあ、この線を引くことによって、見えてくるというですね。そしてこれは先ほど の, 池の中にいる、でこれが目立つのは実はこの人物がこっち向いてるという、真正面見てるということですね。で実はこれ髪の毛非常に女性の場合長いです。ちょうどエデンの園に行ったイブのなんか置き換えのように見えます。でそうするとまあこちらの方はアダム。で中央場面って一体いつなんだっていうことは実はようわからんんですね。で左の方は確実にエデンの園ですね、アダムとイブがいますからね。で中央にいるのはキリストなんですね。キリストがそんなところに本当は登場しないんですけど、本当はだいたい父なる神だからひげ面の老人でないといけないんですけど、ロスはそれをキリストに置き換えてるんですね。でそうするとまあここに男女がいて、男の方がこちらをしっかり見てるので気になると。でもう一つはこの手の握り方ね、なんかこう変な握り方ですね。でこれはちょうど左のエデンの園で神がイブの手を握る時の、ちょうどイブの手がイブが動いてるかどうかを脈を測ってるようなね、そんなポーズ、それがここでも何か繰り返されているようなところがあります。で、しっかりと後ろに手を回して抱き寄せようと伺いしている。ちょっとまあ腰は引いていますけれどね。そして先ほどの神の手ですね。で、キリスト。キリストもやはりしっかりこっちに向いています。で、イブの方は伏し目がちで下の方も。でこの、ね、そして今度はまたあちこちにこの手の握り方ね、ちょっと奇妙な握り方というので気になるものがいくらかあります。でこういうこの握り方もですね。それからこれ先ほども言いましたけど、
ここも後ろから手が伸びてきて、このちょうど脈が当たる形で、この女性の、に回しているという、ね。だからこういう、まあ、手 の, あのちょっとした仕草みたいな。これも、まあ、あちこちに隠されているので、部分を見ていくと見えてくる。でこれは、まあ、ファンアイクのアルゴリフィニスタイルの手の部分なんですけども、でこれも、まあ、手と手を合わせるという、ちょっと、まあ、普通の握り方ではないね。でこれは、まあ、結婚の一つの意味合いを持った、ものですけれども、まあちょっと関連で、似たようなもので見に行ってきたということですね。で、そして、これもまた何ですか。これは実は、まあ、イブの足と何か関係あるかどうかは全く分からないですけど、卵とイブの足を、ちょうどまあ、まっすぐ引くと、ちょうど中間あたりにこの Y 字の足がそれを2つに分けるというようなことになっているんですね。これは多分思い越しだと思います。そして、先ほどの、ものですね。これも、まあ、幾何学的に、割合とこう左右、一見すると左右対称には全く見えないんですけどね。そういうものによってなりまっすぐ伸ばすと、ここにも、まあ、穴があって、ね、そこにあるあの男女がちょっと卑猥な、表現がここに登場します。そして、もう一つ、やはり先ほどと同じように、まあ、男の一物に目が向き続けてるんですけど、そして、まあ、線にすると、やはり、この三角形、三角形が見えます。そして、今度は、こんな三角形を描いてみました。で実はこれ、ここに、穴の中に、中に閉じ込められて、手だけ出して、恨めしそうにこの二人を眺めているのがあります。これが、これ三人、どうもこれトリオになっているような、組み合わせに見えるんですね。でそうすると、まあ、この後で鳥をあちこちに散らばっているのを見ますけれども、大体男が2人で女が1人ってね、それをこう、取り合っているように三角関係、そのものが見えていくんですね。だからまあそれはエデンの園にいた神とアダムとイブとの置き換えのようにも見えなくはないんですけど、で実はこんだけこう600人近く人物が描かれるっていうのは場所的にはもうエデンの園ではないわけです。でエデンの園から楽園追放されてから地上に降りてきて、まあどん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 アダムとイブが子供を増やしていきますからね。でとんでもなく悪いやつもたくさん出てくる。でその時にまあ獲得の世界がはびこっていく。で最終的には神の光でノアの洪水を起こすわけですね。でもう一回一掃するという話につながっていくんですね。だからこの場面というのはその地上に降りていってからどんどん悪が増えつつあるというそういう中での、まあ、表現だろうというふうに、まあ見る解釈はできるんだろうというね。だからノアの洪水が起こる前直前の姿だというふうな解釈も取り出したりはしてます。で、ここでもやはり実は三角形作ろうと思って、男の一物と、実はこれ上向いてるんですけどちょうどこの喉のところと、結ぶんですね。でまあなんで結んだかっていうと単純なこれ喉チンコって言いますけども喉チンコって結ぶんですけどここにやっぱり三角形がでこの二人がその三角形にピタッとこう収まっていく。でなおかつこの上向いたこの喉仏がねここに突きるような形になります。で喉仏っていうのは実はアダムズエプロっていうですね、アダムのリンゴっていうんです。アダムのリンゴはなぜ喉仏だっ
かっていうと、アダムが大体臆病なんですね。で、イブが先に送ってなかったもんだから、アダムに絶対で、アダムは躊躇するんですね。でもちょっとずつ美味しいから、大きく口を開けて食べた時に天使が現れたもんだから、来ないかと思って飲み込もうとするんですね。ところが飲み込めずに喉のところに止まってしまった。でだからそれ以来その、男の喉仏は伴っているということですね。だから喉仏のことをそれ以来アダムズレットって言うんですね。だからそれでまあこの喉を強調しているのかなという解釈も出てくるんですけど、まあそれもちょっと読みすぎかなと思います。まあとにかく三角形が収まっているということですね。そして、今度はこれは3人のペア、トリオの話ですね。ここに、まあ、3人のトリオが登場しています。これも奇妙な間柄なんですね。神、キリストを挟んでアダムとイブがイブを引き合わされるんですけど、まあ、脈を測ってうまく動いているか見ていると、でアダムは見せられてこうちょっとまあとぼけた顔ですけど、ふわっとしてるというね、美しいものなので、なんかポケッとしてるという感じに目を開いてね、まあしっかりとイブを見ているようにも見えないんですけれども、それともう一つは指先でキリストの裾をこう挟んでるような感じですね。これもよく意味わからないですね。それからカササギが登場していて、カササギは実はなんとなくアダムとパラレルになっていますので、ね、これ白黒はっきりしない鳥というね、だから男は大体白黒はっきりしないという、アダムがリンゴを食べるのに躊躇したのと同じように、でまあだらしなさの象徴みたいなものとして、そうするとまあ女性の場合は何か私美しいでしょって言って誇ってるような、だからいわゆるウーマンパワーという主題がこの通り世俗画ではずっと流行っている、そういうものも下行きになっているという話ですね。これはイブというか見ないでアダムの最初の奥さんというリリトっていうのがいるんですけど、これは依頼神話でしか出てないんですけど、イブじゃなくて最初の妻はリリトという、でリリトっていうのはやはり土子の矢で作ったんですね。だからアダムと同等を主張して、その後悪魔と交わって悪魔の子を量産、産み落とすというので、古来男というのを追放するんですね。でその次に男に忠実にあれっていうので、アダムの脇腹から一本骨取ってできたのが、まあ、イブだという、そういう前がある伝説になっている。だからユダヤ伝説は非常に男女平等なんですね。キリスト教世界では男上位というものが見えるということと、まあ、言えます。そしてこのストリオがあちこちにいて、どうも恨めそうに似ているんです。があります。それからこれパラレルの向こう側にある、ね、3人なんですけど、これもまあちょっと、見ると面白いのはお腹が膨らんでるんですね。だからこれ、まあ、妊婦さんが、どうも身も持っている人たちなんですね。で、男2人っているんですけど、この2人の間をこう、間を分け入るように、この1人の男が入ろうとしている。ちょっと中をこう、裂いているような感じですね。だから、ここにもやはり、その三角関係というか、こういう透明の、パラソルの中で、一つの行為です。でこ の, 女性の、シルエットというか、ちょっと覚えておいてもらって、また後で見ていきます。そして、ここにも、まあ、3人がいます。これもどういう関係なのかわからないですけど、3人のトリオになります。で、ここにも実は3人が入ってるんですけど、2人は仲良しなんです。1人だけはもう、中で足だけが見えてる。今、3人です。
それからここでもやはり同じように3人なんですけど、2人は仲良しで、1人だけ、孤立して、まあネズミとライオン。そしてここにも3人いて、1人は貝殻を、この背負って中に男女があって、まあ真っ最中というか、その象徴のような形で真珠が、お尻から目を出すという。で、この手もなんか意味深ですね。そして、ここにもまあ3人もいます。やはりこういうふうな、こういう容器といった船というか、そんなものの中に、3人って、2人なんかでし、1人が乗れるものなんですね。そんなものがあちこちで出てくるんですね。ここも同じような3人ですね。ここはまあ2人仲良くしてるんですけど、1人だけなんか酒飲まされて、このまあ3人が出てきます。これ、右の下の、先ほどは服着てるのかもしれない。これなんですけど、ここに前、パッと見ると2人しか見えないんですけど、よく見るとここにもう1人いて、このスクエアトリオを形成しています。で、トリオはリングされていますね。そしてこういうふうな狭いところにも3人顔だけが見える。それからこれ一番奥の、ところで、ここはまあ、これ3人の塊なんですけど、もう1人はお尻だけがいるので、これちょっとまあ、3人で固めるのがちょっと難しいかもしれません。で、こういうふうな中に、まあ、3人のトリオを丸つけると、こんなふうに、まあ、あちこちにトリオが反乱していて、実はこれ、それぞれペアで仲良くなってると安定してるんでしょうけど、中に1人いたら、はぐれがいますんで、画面にこう躍動感というか、動きが出てくるとか、そういう感じです。そして次は、今度は何でしょうか、ネズミを着て、先ほどの喉仏からずっとまっすぐ降りて、ネズミに行かしたんですね。で、今度はこれをネズミと、ケベンのそのフクロウの目をつないで、まっすぐ伸ばして。そしたら、ここに一角獣があるんですけど、一角獣の角の先にこう、たどり着きました。で、一角獣っていうのは、実はエデンの園では重要な動物なんですね。で、ところがこれ、ボスのこの絵では、それほど強調されていない。強調されているのは、キリンとゾウなんですね。で、一角獣なぜ重要かというと、これエデンの園からその後のまあ、ノアの箱舟の話もそうですけど、大体ペアでこう言うんですね。ノアの箱舟っていうのはもうあらゆる動物ペアで入れますね。ところが一角獣だけ一人一匹で入るんですね。で、一角獣っていうのは実は雌雄同体なんです。だから男でもあり女でもあるという、だからそれが何しろ重要で、で、もともとは架空のもんだからいないんですけど、この角っていうか一角自体が非常に霊的なものであって、これ実はその後キリストのシンボルになっているんですね。一角自体でキリストを表すという、マリアの懐に抱かれる。だからマリアがキリスト一角獣を抱いている一角獣パティスリーっていうのがフランスに行くとありますけども、それなんかもそうですね。中世がずっと続くであるんですね。だからここに、まあ、キリストのシンボリックな表現を、まあ、見ることができるということなんですけど、だから角っていうのは重要なポイントなので、ここにたどり着く。そして今度はアダム、イブと、それからバックに
キリングゾーン。この関係っていうのは、ちょうど、イブの節目立ちの、姿と、キリンの目と、似てるんですね。似てるというか、そっくりですね。で、そうすると、まあ、これ、キリンっていうのは、どうもイブのお使いではなかろうかという感じですね。そうすると、まあ、アダムのお使いはこっちの、象ということになります。だから、象、なんか、象が鼻伸ばしてるっていうね。だから、男は女性に見せられて、まあ、鼻を伸ばすんだけどね、鼻の下を伸ばすんでしょうけど、まあ、そんな風に見られます。で、そして、これもちょっと図形化していきますと、やはり目と目を結びまして、そして、まあ、このフクロウの目と、つきますと、これ、まあ、三角形だというんですね。で、アダムと、こちらの象の目にすると、これ、象と、三角形がうまくいかないん で、その象の上に実はこれ猿が乗っかっているんですね。で、猿っていうのはこれもシンボリックなものです。愚かさの象徴としてよく出てくるんですね。だからアダムの持っている、まあ、象にもなぞらえられますけど、愚かさの象徴として、まあ、猿が登場しているという、ね、だからまあ男はもっぱらね、悪く言われている絵だというふうに、まあ、解釈することもできると思います。それから、これは、まあ、死なの神、キリストの顔ですね。ここでは何を言えましたか。あ、そうか、こっち見てるっていう。まっすぐ、我々の方を見ている登場人物が何人かいるんですね。で、普通は、ラバエロの、アテネの学童なんかですけど、人物群像がいて、一人だけこっち見てるのがいたら、大体それは自画像だということになってるんですけど、ボスの場合、あちこちにこっち見てるのがいるんですね。で、そうするとやっぱり見る方としては、なんかドキッとする。そういうのがあちこちに出てきます。ここでもこの人物だけが、なぜかこちらに目を向けてますんでね。で、これもだから、この人物、自画像だというふうに言ってる。研究者にもいます。そして先ほどの、まあ、女性を抱きかかえるということなんですね。それからこれもまあ、先ほどのなんか、顔だけ、3人のトリオ、顔だけを満たしているものとか、それからまあ、何か塊がいるんですけども、ここでも好みであったり、好みであったりね、どうもこちらを見てて、そしてこんな風に非常にこう奇妙なところからこちらを覗き見る人物も見つかります。で、この影から顔だけスポットを覗かしてるので、それからまあこんなのがあるとか、これは先ほどのこの辺りに強くして、これもまあ落ち着いてるから、まあ、こんなものばかりもないか、それからこれ地獄にいる目を顔を打ってるんですけど、目だけでこっち見てる、まあ、これもやはり何か物を思わせぶりのある、構図ですね。目につきます。まあ、こんなふうにあちこちやおりますよという、ね、これはやはり私は地獄の下の方の人物で、舞台にキスされながら、まあ、嫌がっているんですよね。こちらを見ます。そして、今度は、こんな風に設定しました。フクロウの目から、出発した側線は、実はこれアダムの後ろにリンゴが2つ転がっているんですね。で、このフクロウの目がまっすぐ進むと、このリンゴを2つを突けるっていうふうに、まあ、置かれているリンゴです。で、こんなふうに、リンゴ。で、リンゴなんで2つかっていうと、これはまあ、1つはアダム、イブのまあ最初食ったリンゴ。で、もう1つはアダムが食ったリンゴです。で、
まあ、これもちょっとしたハイライトなんでしょうけどね、見ようによればこれあのリンゴをかじられている部分ではなくて、ね、あのかじられたリンゴっていうのは時々あの出てきます。当時でボスという時代ボスに明らかにかじられていると言えるのはちょっとないんですけど、あのドイツのクラナッハムがいたあのアダムという手に持っているリンゴっていうのは明らかにかじられる。あの歯 あの4本ぐらい歯の筋がすると痛い。だからそういう場合は世俗画のテーマにもなっているんですね。まあ、リンゴが揺るっていうのはつまりあの悪に染まるという意味ですよね。でそういうまあ2つのリンゴが、一直線で起きます。でこれは実は同じようなリンゴがこちらの右隅の穴札の前にいる頬杖をつく女の握るリンゴと、その横に転がるリンゴがあるんですね。で、これもこのリンゴ のちょうどてっぺんを2つつなげてますと、この、逆立ちするあの、指先をずっとうまく連ねるということが、まあ、見つかったんですけど、これまあ見つけたはいいけど、こんなことまでどうせ考えるかなと思いました。まああの偶然なんですが、でこのリンゴ2つ、つまりは一方はアダムが食べる方ですね。でこれはどっちがどっちかよく分からないですけども、こちらの方は色を褪せてしまってね、あのこちらはまだちょっと赤く残っているんですね。だから2つのリンゴの描き分けをあのしているという、だから先ほどのエデンの頃のあのリンゴの木は真ん中が見えないんですね。奥の方にちょっと見えるんですね。で、まあ、これも実は なぜ禁断の好みがリンゴになったのかというかですね。これもまあ、あの図像学の話であのやり始めるときなんですけど、もともとリンゴっていうのは大体寒いところに育つものですからね。あのアダムとイブが楽園で食べる果実としては、ふさわしくないわけです。で、ところがいつの間にかリンゴになって、今もリンゴに定着してますね。で、15世紀ぐらいの絵で、見ていくと、リンゴになる前ね、はあの、オレンジであったり、アプリコットであったり、違ってたり、つまりはあの、暖かいところでできるあのものね、まあ、オレンジなんかもあるんですね。でそれがあのリンゴに変わった。で、だから先ほどのノドコトテの話にしても、あのリンゴが定着してからの話ですよね。だから元々は多分リンゴではなかったはずでね、あのエデンの園、まあ、エデンの園があったかどうかっていう話まで本当はあの遡るんでしょうけどね。まあ、 あのそういうふうなことで、しかしまあボスの場合はリンゴに置き換えて、まああちこちにまあサクランボも出てくるし、ブドウも出てくるしね。まあ、あの果実はあのそれだけではないです。でこれ指さしてるんですけどね、これも指さしてるから、ちょっとそうですね。まあ、あの、この女性、これもまあ、指も置き換えかなと思いますし、ちょっと口がこう封印されてるような感じもします。これ封印なのか、あのこういうふうな、このまあ、マークというかね、なのかは判断しないんですけど、なんかちょっと気になる表現。そして今度は、アダムが、先ほどのリンゴと水の、ね、アダムと、このイブらしき、女の子っていうリンゴと、アダムと目を結びたい結びますと、あの、なんかあるかなと思って、このあの、イチゴにかじりつく男の目をあの作っていたり、あるいは先ほどのこの指さす男ね、これ、楽園ですよ、あるいは神になりますよ、この指さすと、これパラレルになっている。これは先ほどの、そして、神は、今度は、この先ほどちょっと出てきた、
豚に抱きつかれる地獄の場面ですね。でこれが実はまっすぐ引いていく と、何に向かって引いたかというと、この豚とこの先ほどのちょっと腰引いてる女性ね、これがどんどんパラレルなんですね。で同じポーズしてるんですね。豚と同じポーズ。でその女性の極部分を釣られてまっすぐ動いてるんですね。そうするとこの黒人女の、頭に孔雀を乗せてるんですけど、そこにあるんですけど、で同時にこの卵をうまく釣る。もう一つはこれ平行に、今度は豚の目と、そしてこの、先ほど極部の目を連ねていくと、ちょうど池の中心部分を突き切って、ちょうど奥にある池、ちょっと顔を抜かせる人物がいて、そこにあるんですね。ここに、これなんですね。ちょっとなんか、意味ありげな、覗き見のポーズなんですけど、この人物の、この顔はこう曲線がぶつかりました。でまあそういう平行線を、地獄のところで、置き換えると歌の目から下の進む線が、このまあウサギのモンスターが乗っている、やりと平行線がするのかというふうになっているなということが、まあ言えてきたんですね。そしてこれもですね、これ実は先ほど の、 黒人女は先ほど芝の女王の話をしたんですけど、アザムっていうのは実はイブを見ているはずなんですけど、ちょっと上目線ですね。で、どうもそう考えると、ちょっと高いところを見てるんじゃなかろうかって言って、追っかけてみると、この黒人女に向けてるんじゃなかろうかと思って、で、この黒人女と結んでいって、そしてさらにこのアダムを、バッグを引っ張っていくと、このリンゴにぶつかったんですね。そしてまあリンゴとアダムの目と黒人の女になって、そして、まあこういう感じですね。でちょうどその間に鳥がたくさんいるんですけど、この鳥も実は向こう向いてるんですけど、まあ鳥の群れとしか今までは見えてなかったんですけど、これそれぞれが全部この黒人の女性の方に向いているのではないか。もう一つはここにちょっと珍しい鳥なんですけど、八つ頭、日本では八つ頭っていう八つの頭なんですけど、描いて、で実はこれ芝の女王伝説っていうのが話を、芝の女王っていうのは、ソロモン大王のことに言って、まあ、嫁さんになるというか、ちぎりを結ぶんですけど、その時の話で、芝に戻るんですけど、でそして、焦がれたソロモンが死者を送ると、その死者が実は八つ頭なんですね。八つ頭がメッセンジャー、バードとして送られてるという、その、伝説の中に出てくる、普通あまり見かけない、すがしらがこれ、どうもこれ、芝の女王じゃなかろうかという気がしてきたんですね。それともう一つは、これで芝がしらですね、きれいな鳥です。そして、先ほどの、このアダムのポーズですね。でこのポーズで、手をこう後ろに持たせたんです。ずっと大事に手を踏ん張っているところが、この黒人女性であれ同じように手をこうぐっと、押さえて、でまあリングをかかる、まあいかにも女王が
そしたら時間来ましたので、ここまでにしておきます。どうも、先生たちはありがとうございました。最後の授業を、退職記念講演として公開していただきましてありがとうございました。神村先生は長年にわたって音楽の教育、研究、そして学校運営に、携わってこられました。15、6年前 の、 卒業生、修了生に聞きますと、当時、神村研究室は夜遅くまで大変盛り上がっていたと聞いております。たくさんの卒業生が、今頑張って神村先生の教えを、今も活躍できるように努力されています。それで、退職ですが、これからも音楽の教育に、ご尽力、またお力添えをいただけますようよろしくお願いいたします。最後に拍手をお願いいたします。